メイです。ユサです。メイラです。アリアです。ピンク。ラテ。ディ。ディ。始まるよ。イエーイ。今回は三色コーデをします。イエーイ。はい、ルールはですね、チームに分かれてて、アリレイチームとユズメイチームです。はい、この2人でバトルしていきたいと思います。うん、でこのカップの中に8色入ってるんですけど、それをそれぞれ3色ずつ選んでいって、で引いたものの3色でコーデを組むという企画です。でコーデは5分です。5分で決めちゃいましょう。でそのコーデを判定してくれるのは、かよちゃんでーす。イエーイ。よろしくお願いします。原宿店スタッフのかよです。インスタグラムとかやってるので、ぜひフォローお願いします。では今回のテーマを発表していきたいと思います。今回のテーマは垢抜けコーデです。おー、垢抜けですね。じゃあ今回のテーマも決まったということで、それではやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。最初はグッジャゲンパイ。いきます。1個目、2個目、3個目。じゃあ開いて何色か。1色目は、お、黒。え、めっちゃいいじゃん。ベージュ。え、めっちゃくない？緑です。あ、緑もいいじゃん。結構、え、なんか秋らしい色全部取ってる。うん、頑張る。頑張る。一枚、三枚、よし。はい、じゃあ、開けます。あ、黄色。黄色。青。分かる。やばい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 、どうしようどうしよう。ピンク。やばい、やばい、やばい。黄色に青にピンクでした。イエーイ。じゃあそれでは早速やっていきたいと思います。よーい、スタート。はい、下に黒持ってきた方がやりやすい気がする。どうしよう。どうする、どうする、どうする、どうする。ピンク。ピンク、ピンク。靴も選ぶんですよね。あ、なんでもいいよ。もう好きなところまで。パーカー。あ、パーカーもあれじゃない？じゃあカジュアル。お、いい。お、緑。キープで。キープ。これを中心に選んでいきたいと思います。じゃあこれ、まずこれにして、まあ、サイズは後で。それにして、で上ちょっとなんか、でもこれ可愛いな。ちょっと待って、可愛い。うん、どう、でも垢抜けてる。あ、メッセージつけてみて。あ、そうじゃん。でも色、あ、でも色はいいでしょ。あ、いいですか。あ、でもこれ、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 これ大人っぽい。こっちにしよう。はい、ちょっと置いてきます。忙しい。え、時間がなかなかやばい。これ、これ、ちょっと使おう、使おう。黒、ベージュ、ベージュ。あ、それ、それ、それ、これ、それ、それか、これじゃない。どうする、どうしよう、こっちから。1分。え、こっちの方がいいか。アクセサリーに、アクセサリーに行きます。え、何個使ってもいいですよね。うん、うん。あ、これもあり。あ、どうする。でもこっちも可愛い。だよね、だよね。急げ、急げ。え、靴。え、靴。はい、では選んだので後輩チームから紹介したいと思います。どうぞ。おー、大人っぽカジュアルコーデです。かわいい。じゃあレイナのご登場です。かわいい。ラフカジュアルでお散歩に行こうです。イエーイ。かわいい。じゃあメイちゃんの方からご紹介どうぞ。コーデのポイントは、小物がなくてもおしゃれで可愛いんですけど、小物を取り入れて明るくカジュアルに垢抜けコーデにしてみました。
さっき言ってたんですけど、小物がなくてもおしゃれなんですけど、小物をうまく使って垢抜け感を、ね、出したり、色が運よくいい感じだったので、うまく使って大人っぽカジュアルにしてみました。ね、かわいい。私たちのチームはまず1色目が黒だったんですけど、黒はこの2つ目と靴で使いました。で、2色目のベージュは帽子で、はい、取り入れました。で、最後の緑はこのドップスで取りました。おー、はい、じゃあ私紹介します。まずこのデニムはですね、ハイウエストになって足長効果もあって、で、このスニーカーもちょっと厚底になってるので、今流行りの感じのスニーカーになってます。で、この上のトップスなんですけど、くすみピンクでなってまして、今くすみカラー流行りじゃないですか。あともうパーカーはもうみんな大好きなんで、もうパーカーにしちゃって、で、これですよ。この黄色、かわいいですよね。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 かわいいと思います。この今流行りのちょっとねじってピン止める、このチビピンみたいなの流行ってるので、このクマちゃんの黄色のピン、これを使ったので、ちょっとぜひ選んでほしいなって思います。この黄色のピンと、あとピンクと青です。上から、こうなっております。じゃあ、判定の方を。お願いします。今回の勝者は、めっちゃ悩むけど、めいちゃん犬かんじです。今回私が選んだポイントが、テーマが垢抜けなので、うん、このコーデ見た瞬間プラス3歳ぐらいに見えるなっていうぐらい、すごい大人っぽくて雰囲気がいつもと違う感じでガラリと変わったので、そのポイントがすごい良かったなと思いました。ありがとうございます。確かに大人っぽかった。めっちゃ大人っぽい。レイラちゃんとアリアちゃんちのコーデもすごい可愛いんですけど、今回のテーマが垢抜けっていうことだったので、ちょっと今回はちょっとそうですよね、すいません。ということで、垢抜け系でプラス1個変えるとしたら、ブルー系なので、やっぱ足細いし長いので、そういうところ見せて、こういうスカート系で流行りのこういう秋定番のこういうチェック柄とか、あとこういうシンプル系のもので合わせると大人っぽくなるかなって思ったので、これを私はおすすめします。はい、どうだったでしょうか。3色選ぶのが初めてだったので、すごい難しかったし、でも楽しかったよね。楽しかった。2つとも違うコーデになっているので、ぜひ参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。